界の謎に迫るトゥランドプイレクの時間ですよ。いしょよいしょ。日本神話徹底解明編、神武天皇のサクセスストーリーとヤタガラスの謎について迫ります。アマテラス大神の子孫イワレビコは、まあ、今でいう宮崎県にずっといたんですけど、もっと東に進んで、ね、みんなに知れ渡るような場所で天下を取ろうぜと、というところからね物語は始まったんですけども、ね、近畿にいた猛者長常彦に敗北を喫するわけですよ。ここからイワレビコの逆襲とパワーアップイベントが始まります。はい、イベント言っちゃった。はい。アマテラス大神ね、心配して自分の子孫がピンチやから竹三日月にこう助けてあげてって太刀が送られたんですけども、まだ足りてないと、もっと助けてあげないとっていう過保護が発動します。あの子が今進もうとしてる道はこう山の荒ぶる神々とか多そうやから、なんか道案内的な神様ちょっと派遣しようってことで、はい、でうわーってね遠くの方が飛んでくんね。かーかー、これがかの有名なヤタガラスです。このヤタガラスは三本足であるとも言われてたりとか、導きの神と言われてたり、まあ、太陽の化身とも言われてる。ほう、このヤタガラスがカーカー、おいらについてきてくれよっていうわけですよ。おらおら、喋るんですよこのヤタガラス。おいらが道案内するぜ。そこからね、もう山奥の入り組んだ道やったけど、もうヤタガラスが飛んでそこをついていくだけ。おお、それだけなんです、そっからは。でわーってこう進んでいくと、ルートもいい感じのとこをね教えてくれて、道に詳しいんですねヤタガラスは、はい、でわーってこう歩いていくと、向こうの方で魚を捕ってる人がいたのよ。言われるか、お主は誰だって言うわけですよ。私はニエモツノコと申します。なんか変な名前まあ、地上の神様で、おそらくですけど、その魚を捕って暮らしてた一族やったわけですよ。どういうシーンかというと、この道行くこの人たちに声をかけていって、どういう人かってことを尋ねて、まあ、仲間にしていくみたいな。言われびっ子がどんどんその地域の人たちを巻き込んでいくっていう、そんなシーンです。言われびっ子が後に大和朝廷の礎を作っていくわけですけども、朝廷に魚を打ってあるあの魚を飲み込んで、はいはい、わーって魚を取る、その鵜飼の人たちになっていくんですよ。でその三重もつのこの子孫たちはアダの鵜飼と呼ばれて、朝廷にその鵜を献上するっていう、この時出会った人たちが後の朝廷に関わるような人物になっていくと。さらに進んでいくと井戸がピカーって光ってんのよ、でヤタガラスが、あー覗いてごらんよって言うわけですよね。でバーって見たら人が入ってたの。大丈夫？尻尾の生えたやつがこうやって見てる、人なの？でこうやって何やお前と登ってくるわけですね。でパッて見たら、まあすごい軍勢やし、イワレビコがもうなんかすごいオーラやったから、はァーってなるわけですよ。でお主は誰だって言われるか聞くと、私はイヒカと申します。このイヒカっていう存在は後の奈良県の吉野郡に住む氏族の先祖やっていうふうに描かれてるんですよ。へー、つまりどんどん仲間にしていって、この人たちは後のこういう名字の人たちの先祖だよみたいなことをどんどん書いていく、記されてる。おー、さらに進んでいくとまた尻尾を生えた人がいて、岩を押してたのよずっと。お主は誰だって聞くと、私は岩押しと言います。岩を押してる、岩押しと申します。そのまんまやんか。でこの岩押しという人たちも、まあ、後のね吉野のクズって言われる人たちの、まあ、先祖だと言われてるんですよ。彼らは後のねこう大事なお祭りとかで歌とか舞をするような存在になると、まあ、言われたりするんですよね。岩を押さない、岩を申さないんですよ。そっからは奏でる。まあ、このシーンは言ってしまえば、この岩レビコが進みながら道中でその地域にいるトップ層の人たちをどんどんこう服従させていったよ、仲間にしていったよっていうシーンなんですよね。はいはい、でこんな感じでね、こう早く長洲彦の元にたどり着きたい、はい、岩レビコ。しかし、今回は長洲彦とは戦いません。あれ、今回はねどうしてもお話ししたいことがございましてですね、ヤタガラスってなんやねんと。ヤタガラスっていう存在自体ね、やっぱどっかしらで聞いたことありますよね。ね、あるある、ね、だ今やった日本サッカー協会のシンボルマークに使われてたりとか、漫画に出てきたりとか、お店の名前に使われてたりとか、いろんなところに登場するヤタガラス、存在自体は有名なんですよ。ざっくり言うと、ヤタガラスっていうのは日本神話においてね、後の天皇となるイワレビコを大和の地まで導いた大ガラスなわけなんですよね。でこのエピソードからこのヤタガラスは導きの神だと言われてます、そして
太陽の化身だとも言われてるんですね。おで、この2つのパーツちょっとどっかで聞き覚えないですか。サルタヒコだね。でしょ。そうなんですよ。導きの神、太陽の化身もサルタヒコと要はパラメーターが一緒なんですよ。わお。しかもヤタガラスは熊野で出会ってて、サルタヒコは伊勢の人でしょ。同じ三重の存在なんです。割と近い。ステータス一緒で、土地も一緒、そして導いてくれる、何者やねんと。これは果たして単なる偶然なのかと疑問がちょっと湧いてきませんか。もしかしたらこの三重の地にはね、遥か昔からその天皇家を支えるようなそういった強大な存在がいたんじゃないかというね、ことも考えられるわけですよ。そして日本最古の秘密結社、今でこそフリーメイソンとかね、イルミナティとか聞くじゃないですか、日本最古の秘密結社と言われてる、その名前がヤタガラスっていうんです。イエソ、そう西暦744年に聖武天皇が藤原氏に対抗するために作った組織が秘密結社ヤタガラスって言われてるんですよ。ヤタガラスは平安時代から幕末にかけて活躍したと言われてて、カバラと言われる秘術を核として陰陽道とか神道とか宮中で行われる祭神みたいなものを取り行ってたと。もっと言えばその皇族が天皇のお風呂入る時間とか、まあ、食事とか掃除みたいな日常的なとこまで引き受けてやってたと。へぇー。言われるもう存在なわけですよ。カバラっていうのはユダヤ教でカバラっていう考えがあって、おう、いやセフィロト、生命の木ってあるじゃないですか。この生命の木を用いた思想であり、遥か昔世界中に離散したユダヤ人の末裔が日本に流れ着き、そのカバラという思想が陰陽道に取り入れられたんじゃないかとも考えられてます。はあ。そしてこの秘密結社は幕末で、まあ、縮小したりとか形は変わりつつも現代にも残ってると言われてます。まだ。そうなんですよ。日本神話といえば何々っていう存在のうちの誰々だよみたいな感じで、サルメだよとか、サルタシだよみたいな感じで後の存在をめっちゃ変えていくんですよ。はい。ヤタガラスっていう存在だけはまず人として描かれてないし、その後ほぼ描かれてないんですよね。ヤタガラスっていう存在はね、もしヤタガラスという存在を意図的に歴史から隠したとすれば、それは一体なぜなのでしょうか。なぜなんだ。なぜなんだ。まあ、以前もお話ししたんですけど、はるか昔の日本っていうのは、名前を知られることっていうのは致命的なことで、本名はもう親しか知らん、奥さんしか知らんみたいな、すごくこう秘密にするようなものやったんですね。まあ、平安時代とかやったら、まあ、清少納言って実は本名じゃなくて役職名だったんだよっていうようなエピソードがあったりとか、はい。まあ、日本神話でもね、猿田彦が道穴に来てるでって言ってんのに名前言わへんみたいな、で、大食い主を助けに来たスクナビコナもやってきて最初名前言わんかったのよ。で、神様マニアのカカシがスクナビコって言うんだぜって言ってくれたから、あ、スクナビコって言うんや、わかったけど、基本的に自分で自分の名前を口割らないんです。それは助けに来てるけど支配されたくないっていうことなのか、何なのかは分かんないですけど、そういうね、名前言わんエピソードがねバンバンってあるわけですよね。はい。まあ、日本神話が下地になってる千と千尋の神隠しでも、湯婆婆が、まあ、他人の名前を奪って支配するっていうね、エピソードがあるじゃないですか。ありますね。もう如実にその名前で支配するっていう考えがあったわけなんですよ。はあ。よく考えてみるとね、要はその朝廷というか、アマテラスの一族に逆らってきた人たちは、例えば氷とホデイのお話やったら、お兄ちゃん逆らってきたよね、で倒したよね。その後ハヤトって言われてたのよ。ハヤブサの人っていう名前、つまり名前を奪われてんのよ。はあ。そして動物の名前を付けられてる。わお。他にもクマソっていう名前も、クマソ、九州の方におった権力者クマソっていう人たちがおんねんけど、クマソも名前奪われてクマっていう名前を付けられたりとか、おそらくその本当の名前を封印されて動物の名前を一文字入れられてる。本来の力を封印するために、支配するために名前を奪ってる。もしそうだとしたらちょっと不思議な話ですよね。そして伝説はあくまでね、そう考えると猿田彦の猿ね、彼もすごい強大な存在だったかもしれないけれども、ね、朝廷に従ってますよね。もしかしたらすごい強大な存在で真の名前を封印されてるのかもしれない。もっと言えばヤタガラスもね、ガラス、ヤタガラスに至っては名前どころか存在さえも封印されてる。ね、別の意図があるのかもしれないですけども、朝廷を倒しうる強大な存在の名前を取って歴史から封印するぐらいすごい存在だったのかもしれません。なんと。逆に言ったら実は裏から
手を引いてる存在とも考えられたりします。確かにね、秘密結社があるぐらいですから。そうですね、天皇が出てる時に頼ったような、それが繋がってるのか分かんないですけども、なぜその組織をその名前にしたのかとかね、なぜ似たような存在がずっと三重にいるのかとかね、もしこの猿田彦とこうヤタガラスっていうのが何か繋がるような同一のルーツがあるとすれば、うん、ね、猿田彦編でも話したようにさらなる太古である縄文時代に結びついてくるのかもしれません。ねえ、ちょっとね、謎解ではあったんですけどね、はいはい、日本史の都市伝説のエッセンスを交えてお話したわけですけども、いかがだったでしょうか。はい、おもろいやないかい。はーはー、ということで次回はついに来た長瀬彦とのバトルです。やっと。ということで今回はこれで、またね、バイバイ、バイバイ。